まあ、成田空港って、まあ、このオランダ行った時もね、ロシアも、まあ、今のイタリアでもそうなんですけど、まあ、常にこっから出国していったわけなんで、まあ、私本田圭佑の、まあ、原点なんじゃないかと思いますね。はい、あんまり時間がちょっと時間ない。いやでもまだ夜の2時。あ、こっちミラノの時間やった。もう引き飽きたんで。ちょっともういやちょっと待って待って。乗っけでね、なんかやれって言っといて。聞き飽きたってなんすか。突然なんですけど。はい。子供の頃の夢って何かありました。僕は大人になったら世界一のサッカー選手になりたいというよりなる。そしてイタリアで。違う違う違う。そんなもんボケはいい。基本バカにしてきてますよ。バカにしてないです。あ、そうですか。今日はそんな夢を叶えようという番組なんですよ、はい、おいおい、最初のホンダの下りから俺の夢聞くとこ全部いらんやん。今回の番組、それは東洋タイヤがサポートする3つのフットボールチームの中からサポーターの叶えたい夢を募集し、純一ダビッドソンがサポートするという番組。あ、どうも、本田圭佑です。はじめまして。小学4年生の男の子の夢は、セリエ A、AC ミランの選手とドリブル対決をすること。ちゃっちゃっちゃっ。ちょっと来た。そこへ、なんと本物の本田圭佑選手が。本田選手、俺と共演していいんですか、こんなところで。そして、純一ダビッドソンと本田選手、夢の初共演が実現。行く末は一体どうなる。あれ誰、あれ誰、ちょっと一回ボール取り上げようかな。これ7歳の男の子の夢はイングランドプレミアリーグレスターシティの岡崎慎司選手とプレーすること。真ん中やったら入らんで。心温まる手紙も届けます。今度試合の。さらに日本ではガンバ大阪で活躍する現役の J リーガーが熱心なサポーター3組の夢を叶えます。世界の超一流サッカー選手が勢ぞろいする夢の番組、東洋タイヤプレゼンツ、純一ダビッドソンの世界ドリームツアーズ。あなたの夢叶えますね。選ばれし夢へのチャレンジャーをまずは各クラブごとに選出。番組には500通以上の応募が集まり、最終審査のオーディションが設けられました。何するんだ。そうなんですよ。こちらに、まあ、何かこうサプライズできたらなと思ってるんで、グッドを振るってことです。熱い思いを胸に秘め、夢を語るチャレンジャーたち。そして厳選に厳選を重ねた結果、3チームの夢チャレンジャーが決定しました。まず最初のチームはイングランドプレミアリーグレスターシティ。夢チャレンジャーは、小林大成君に決定しました。夢チャレンジャーは小林彩子さん。叶えたい夢は7歳の息子をレスターシティの岡崎慎司選手に会わせてあげたい。今小学1年生の息子は年中の時に岡崎選手が大好きでサッカーを始めました。大きくなったら岡崎みたいになる。大好きな岡崎選手へ少しでも近づくために、岡崎選手の著書、体覚醒メソッドとサッカースクール通いで頑張っています。そんな息子に岡崎選手と一緒に体覚醒メソッドや練習をやらせてあげたいと思い応募させていただきました。唐突に岡崎選手のファンだったんですか？普通に代表戦を見てたんですけども、そしたら突然に岡崎好きだわみたいな感じで、急にママ人って名前を変えられるの知ってる。小林岡崎だ。ま
ご本人にはおっしゃられてないんですよね。言ってないです。前もその代表が合宿をやってるところに行って本人に会わせてあげたいなと思って、お兄ちゃん宇佐美選手に会ってサインとかもらえたんですけど、うん、なんか岡崎選手には会えなくて残念だねって帰ったんですけど、もうその帰り道3、40分自転車乗ってたんですけど、ずっと大声でもうワン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 鳴き続けて、大勢くんの夢を叶えてあげたい母綾子さん。そしてとうとうその夢を叶える日がやってきました。それでは純一ダビッドソンの世界ドリームツアーズに向けてテイクオフ。大勢くん親子の夢を叶えるべく、まずはオランダアムステルダムを経由し、イギリスバーミンガム、そして陸路でレスターへと入る純一。およそ15時間の旅路です。その頃大勢くん親子も日本を出発しました。動画去年ですか？今年の動画はねまだ見てないんですよね。いや今途中ですけど。あ、まだ途中ですか。はい。もしあったら、はい、明日来るので、はい、ちょっと今日時間あるんですけど、はい、何するんですか。マネージャーさんからですね。はい。しょうもないと思うんですけど、こんなシャツがちょっとあれだったんですよ。これ俺の単独ライブのグッズじゃないですか。ほんで？でもこの T シャツをね、まあさばいてきてくれへんかみたいな。え、俺がやるんですか。なんかこう奇跡的なことが。奇跡的なこと。そう、レスターシティといえば去年プレミアリーグで奇跡の初優勝を果たした今話題のクラブチーム。彼らのホームタウンで純一の T シャツを勝手に売りつけ奇跡を起こそうという夢の企画です。ということでやってきたのはレスターシティの本拠地キングパワースタジアム。純一さん、はい、キングパワースタジアム来ましたね、レスターのね、ええ、これショップでしょ。ここで俺の T シャツをちょっと売ってもらうってことですね。ただ、はい、何も言ってないです。あ、そう、撮影の許可はもらいましたけども、僕が来ることは言ってない。言ってないですね。っていうかね、僕が似てるかどうかとかモノマネしてるやつとかいうよりはなんか白い変なやつ入ってきたってなる可能性が高いじゃないですか。じゃあ来ましたよ。まあいろいろ売ってますけどね。まあ当たり前ですけどユニフォーム売ってますよね。ね、ほら岡崎。あ、このたバーディーのも売ってますよね。この間に飾ってもらおうか、グラッチャ T シャツ。おしゃれですよね。なんかちょっとね、ちょっとこれ着てみていい？似合うかどうか。いや。オッケー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 。オッケー。どうしよう。本田圭佑知ってる？AC ミラン。AC ミラン。AC ミラン似合う。ホンダ、ビッグファン。You look like Honda。ホンダ。似てますね。You look like Honda。似てますね。バレてるやん。なんかちょっと披露した。ホンダ圭佑のネタ披露しようか。パスタ屋で働くホンダ。Okay。あ、ペスカトーレお待たせ。That's a good one。面白い。Thank you, thank you, thank you。No, thank you。No, thank you って言われたね。今。This Christian Fuchs, his clothing range. デザインしたってこと？ He designed. Yeah, he designed this. あ、デザインしたんや。ちなみに僕がデザインした T シャツ。What does this say? What's that say? ありがとう。Thank you. Thank you. Thank you. Grazie. Grazie. これね、ここで売ってくれないかな。If we could, I would. Need to put a Leicester badge on. ただこれだいたい希望小売価格が2000円ぐらいなの。17 good price。ポンド。good price。で、岡崎のユニフォームの隣に。yes。OK。OK。大体 OK や。大体 OK や。マジで？岡崎のユニフォームの隣に飾んねんでこれ。in the middle。バーディーを外して。バーディーを外して俺のバーディー外して俺のかけんの。バーディーに会ったらさごめんって言っといて。
これはすごいぞ。11ダビッドソンのグラッチェ T シャツ売られてますよ。これ見てください、レスターのオフィシャルショップですよ。岡崎選手の隣、11ダビッドソン T シャツ、ありがとうございます。なんかすんなり行き過ぎましたね。すんなり行き過ぎた、別に良くないただ、はい、ちょっとまだ結構あるんですよ。10枚持ってるんで。 10枚持ってきたらもうそっちの都合ですよね。勝手に持ってきたんですよね。いや、レスターでもね、はい、今やってもらいたいかって。いやいや、まあ、それはありがたいですよ、気持ちは。やってるんですよ、はい、つもり。いや、もう、いやね、急に渡すね。次に11がやってきたのは、レスターシティサポーター御用達のパブ。こちらでも奇跡を起こすことができるのでしょうか。グラッチェ、はい、本田圭佑、スコッティッシュ、スコットランドです。岡崎よろしくね。岡崎応援してね。この人はレスターファンじゃないね。これね、本田圭佑知ってる？No. あ、知らない。あのレスターファンじゃない人に話しかけた後、本田のこと知らない人に話しかける。伸びしろですね。すいません、本田圭佑知ってますか？ AC ミランの。ああ、イエス、いやいやいや、本田。ああ、チャオ。はじめまして。チュンユンキレイ。ああ、本当ですか。何やろう、 R1 グランプリですか。ああ、 R1 で見たんかなと思ったらピッチで見たってことでしたね。ちょっとあのマスター、あのこれね、僕の T シャツなんですよ。僕がデザインした。ああ、いや、デザインだね。そうそう、これこれあのこの店で売りません？ Yeah, that'd be good. All we would probably do is do it. 7ポンドぐらいかな。Do it in a big raffle towards like Laurels, you know, one of the big charities in Leicester. This would be good. なるほど、もう買い取る話はもうスルーや。じゃあチャリティーの時にくじ引きのプレゼントにしてもいいんですけど、それまでお店に飾ってもらえます？どこ？今やろう、すぐやろう。うわ、ばっつり穴開けた。まあまあ、でもありがとう、ありがとう。オッケーオッケーオッケー、これでね。ね、これで11ダビッドソンがレスターの街にちょっと流行りますよ。11の奇跡は起きたものの、結局誰の目にも触れず撤去されたそうです。今日はようやく本ちゃんでございます。お、あの少年に、はい、はいはいはい、大成君が、はい、元に、はい、このホテルに泊まってるんです。あ、そうなんですか。はい、ちょっとホテルの部屋まで行こうかなと。あ、でもその話は知ったらダメなんですね。7歳の息子をレスターシティの岡崎選手に会わせてあげたい。夢を叶えるべく本田圭佑扮するスペシャルサポーターの11突入します。あ、どうも、本田圭佑です。体操やってた、ちょっと見せてよ、どんなんか。やって、はい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 、うまいやんか、うまいやんか、うまいやんか。大成君、ちょっと俺もじゃあ一個体操教えてあげようかな。じゃあ一緒にやろうか。本田体操っていうのがあるからな。本田体操、はい、足開いて、足を開いて、はい、ここに力入れます。はい、両手を前に習え、はい、右手をまっすぐ前にストレッチしながら手のひらを返します。はい、ここで一言を、シンジちょっと右、はい、って、いくよ、せーの、シンジちょっと右。あ、俺しか言わへんな。実はあの11ダビッドソンの旅の伸びしろっていう番組でですね、はい、このレスターとかこのバーミンガムとかロンドンとかがあるんですけど、大成君をサプライズさせるため本当の企画が悟られないよう母親の綾子さんに協力してもらい偽番組を説明します。本田圭佑わかる？画像見せようか。知ってる？本田選手、はい、これ知ってる？知ってる？知ってる。11は？あ、知らんねんやな。じゃあもう白いおじちゃんでええから。そうか、なるほどね。それでは偽番組旅の伸びしろがスタートですね。名前つけた、うん、おかちゃん。これおかちゃんっていうの？何でもおかちゃんにするんですか？
名前。ゲームソフトのキャラクターに岡崎って名前をつけてたりとか。そうなんや。大成君、このお兄ちゃん誰？名前覚えた？よう覚えたな。お母さん、あの、二十歳になった時に事実を話してください。わかりました。それまでは。はい。大成君、純一のことを本田選手と思っている様子。ちょ、大成、お母さんもね、今からちょっとあのこのレスターの町のすごくいい場所にお連れしますんで、じゃあ行きましょう。さあ。こちらでございます。じゃーん。やってきたのはイングランドプレミアリーグ優勝を記念して作られた巨大壁画。レスターシティの監督や選手たちが描かれています。あれ誰？岡崎。岡崎、岡崎のさ、大成どこが好きなん？岡崎選手のシュートとドリブル。シュートとドリブル？触っといた方がいいんちゃう？触らんでいいの？ああ、触るな、一応な。と、ここでお願いするんじゃなかったけど。何？岡崎に渡しといてください。岡崎に渡しといてください。ああ、岡崎と俺仲いいから俺に渡せば岡崎に伝わるかなっていう感じ。あ、そう。大成、大成、ちょっとあっち行っといて。ちょっとあっち行っといて。ちょっと下がって、下がって。大成、大成、もっと下がる。大成、下がる。はい、オッケー、はい、オッケー、オッケー。最悪、いろんなコネクションを使って渡します。ちょっとまだその直接知り合いじゃないとかここでよう言わんので。岡崎選手への大切な手紙、そして偽物の本田が次のロケ地へと連れて行った先は、岡崎選手がいるレスターシティの練習場。この旅の伸びしろっていう番組の第2弾来ましたから、ちょっとサッカーしようかな。じゃあ着替えようか。よし、さあこっちです。さあこっちです。よし、バッチリユニフォーム着替えたな。さあ、室内のサッカー場やで。よし、遊べ。よし、遊べ。シュート。お、うまい。はい、頑張って取りに行って。大好きなサッカーができるとあって大はしゃぎの大成君。純一とサッカーをしていたその時。うまいやんか。はい、シュート、シュート。あっちの人にボール渡してみ。あれ誰？あれ誰？誰？大成、あれ誰？大成、あれ誰？分かってる？ちょっと一回ボール取り上げようかな、これ。サッカーにこれ夢中すぎて気づいてないやろ。はじめまして。岡崎です。名前は？大成です。大成君。こんにちは。How you doing? Good? 何が起こってるか多分びっくりしすぎて分かってない。岡崎選手が大好きやと、はい、岡崎にしか興味がないと。で、あのぬいぐるみにも岡ちゃんって名前つけて、でゲームのキャラクターにも岡ちゃんって名前つけてるぐらい岡崎選手が大好きだ。だから聞きたいことあったら、何聞きたい？まず岡崎選手に。シュートね。シュートのやり方。でも子供の頃から俺も思いっきり打つことばっかりやったから、まあ、一番最初やっぱそれじゃ、それかな。もうずっと毎日練習、シュートはやっぱり。おい、サイドに打たないとかな。サイドに空いてるとこあるで。おい、
もうちょっとサイドやな。真ん中やったら入らんで。シュート。もうそのまま打って。いけ。I think Honda will come to Nigeria. I think in June. そうなん。それはまあ僕に言われてる。DVD でわからんとこあんの。わからんとこ。どこがわからんの。これカブトムシ。あ、これね。これね。これ。で、こっちの足上げたらこっちの手を。そうそう。そう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 合ってる合ってる今だってそれで合ってる。いろいろ教えてもらったけどどうだった？楽しかった？じゃあ岡崎選手にお礼言って。ありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっとせっかくなんで岡崎選手と会えたからこれも自分で読もうよ岡崎選手にな。恥ずかしい？頑張って読んでみるかな。じゃあ読んで渡してあげてください。岡崎選手へ。僕は岡崎選手が好きでサッカーを始めました。今度試合の時岡崎選手のサッカー見に行くからね。その時点をいっぱい決めてオーバーヘッドもしてね。それで勝ってね。岡崎選手のと岡崎選手のことを応援しているからね。ありがとう。よかった自分で渡せたやんか。なあよかったな。これで頑張れるわこれからも。はいチーズ。大成君親子の夢が達成です。よかったです。大成功じゃないですか、ね、岡崎選手に会えてね、はい、で、はい、次です。次次、はい、ちょ次の依頼がまたありますんで。嘘イタリア行くんすか今から。そうなんですよ。じゃあな大成元気でな。イタリアに帰るから俺。次に夢を叶えるチームはセリエ A AC ミラン。その夢チャレンジャーは。すいません、何度も。今回南壮太君なんですけれども、夢チャレンジャーに合格いたしました。おめでとうございます。AC ミランの夢チャレンジャーは南壮太君10歳。叶えたい夢は AC ミランの選手とドリブル対決がしたい。僕は5歳から AC ミランサッカースクールでサッカーを始めました。僕が3年生になった時お母さんからミランのサッカースクールがもうなくなると言われすごく寂しくなって涙が出ました。でも僕はいつか AC ミランのユニフォームを着てサッカーをしたいです。僕はドリブルが大好きです。ミランの選手とドリブル対決がしてみたいです。おおおイタリアに行ってやりたいこと1位はミランの選手とドリブル対決をしてゴールを決めてみたいです。どういうところが好き？ミランのセリエ A で、うん、もう上位だし、うん、強い選手がいっぱいいるから、うんモントリーゴ選手と本田選手が好きです。本田選手ね。イタリアに選ばれるように頑張るぞ。憧れの AC ミランでドリブル対決がしてみたい。夢は叶うのでしょうか。純一ダビッドソンの世界ドリームツアーズ。ソータ君の夢を叶えるべくお次はレスターからロンドンを経由し純一の第二の故郷イタリアミラノへ。ボンジョルおはようございます。昨日はよく寝れました？いや寝ましたね。やっぱイタリアは落ち着きますね。次の応募者が、うん、
こちらのホテルの方に。ああ、そうなんですか。取りました。はいはい。まあ大成功の時はね、リアクションが薄めだったんで、まあさらに薄いのを狙っていってやろうかと思ってますね。大丈夫。あのくしゃみはおっさんよ。あ、どうも、本田です。あ、こんにちは。あ、どうも、本田圭佑です。はじめまして。びっくりした。びっくりした。もうやる気満々やな。やる気満々なあ。 AC ミランの選手とドリブル対決したんやろ。誰とやりたい？本田。あ、じゃあもうここでやって終わろうか。まあ、サポーターということでね、僕がエスコートさせてもらいますけど。よろしくお願いします。お願いします。改めまして、純一ダビッドソンです。ウケる。え、気づいてた？あ、本田やと思ってた。ごめん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 。ソウタ君、ちなみに俺のこと知ってる？知ってる。あ、知ってる。知ってる。知ってた上で本田やと思ってた。あ、ごめん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 。俺バレてると思ったから、ずっと。はい、前にならサプライズは成功。本田圭佑体操でウォーミングアップしたところで、いざ出発。はい、オーケーオーケー、体ほぐれた。ちなみに、はい、ソウタ君のね、はい、その熱い思いが、はい、まあ、ミランチャンネルという、おー、公式のその局がソウタ君の取材を、お、すごい、出してほしい。取材来るってよ、ミランチャンネルが。じゃあ今日ついでにね、ソウタ君の夢のついでになんか、ついでにミランチャンネルに移る機会があったら、ちょっとかましてネタとかやってやろうかなと思って。おもんないやつですね。え、おもんない体操。おもんないやつ。どう思うわ、ヨートナ。失礼やな。かわいい。ソータグラッチェ。着いたよ。到着したのは AC ミランの練習場、通称ミラネッロ。ソウタ君、憧れのクラブハウスに踏み入り、思いを馳せます。ソウタ、これ全員ドリブルで抜けるやろ。抜けるな、いけるいける。お、ふかふかやな。すごいでしょ、これが AC ミランの練習場やで。憧れの練習場を前に興奮を隠せないソウタ君、まずは練習場を案内していただくことに。そこへ、これ何のカメラ？ミラン TV。 ああ、じゃあ映して映して映して。いいよ、そうの、ケイスケ本田。カメラマン全然笑わへん。そうだそうだ、ほらこのカメラ見やって言ったら、なんて言う？AC ミランの選手全員俺がドリブルで抜いてやるって。え、言わへんのか、言わへんのか、緊張してきた。 AC ミランの選手をみんなドリブルで抜くぞ。 OK、 OK、 よう言った、よう言った、よう言った。日本から夢を叶えに少年がやってくる。ミラン TV がソウタ君を取材する中、ミラネッロを見学していくソウタ君と純一。でもソウタ君、早くサッカーをしたくてうずうずしている様子です。Adesso ritorniamo su alla clubhouse e poi andiamo a facciamo il pranzo dei campioni anche noi。多分、まだボール蹴られへんの。飯いらんねんけどってなってるよな、そうだ。ジャック、ボラベントゥーラ。おお、ボラベントゥーラ、すごいすごい。How are you? お前ぐらいだったらドリブルで抜けるぞって言ったと。Oggi sta allenando, non lo sa però lui。Ti dice che è molto bravo e sa scartare molto bene. Sì, bravo. Ti mettiamo, magari forse oggi ti mettiamo alla prova, vediamo. Oh, sgoi già. Tanti che zitti il camero. Buon appento. Ciao. Buon appento. Ciao Jack, grazie. Quando free kick ore ne esutte na. Cosa? A onda? Ah. Oh. Sì. Ok. Ciao. Ciao Jack, grazie. Molto grazie. You want just to simulate an interview with him? じゃあ俺がインタビュアーやろうか。答えようかな。
さあ本日決勝ゴールを決めた颯太選手に来ていただきました。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。結構前半が動きが硬かったように見えたんですけど、ハーフタイムに監督から何か指示があったんでしょうか。自分たちで話し合いました。あ、監督は無視したということですね。何も言ってません。あ、監督は無言な、シャイなんですね。お返しします。この遊びなんやねん。ちょっとここで純一ミラン TV に仕掛けます。ミラン TV に映りたくてネタをちょっとだけ やりたいんですけど、ミラン TV の前で大丈夫ですか。まあ、足のため、わら、足のごじよらしかったい。え、いいの。あ、これちょっとマイクない方がいいんだけど、このままでいい。センサーミクロフォン。いい。オッケーオッケーオッケー。それでは見てください、本田圭佑体操。はい、直立で立った状態で右の肘を上に伸ばします。1、2、はい、反対、3、4、はい、5、6でぐーっと上に伸ばして、はい、ここで一言、ロマニオーリ下がれ。ちょNo, sì, infatti, ma andava benissimo, solo tu, io ma... vado. Oh, grazie. Oh, ciao. Ciao, uzzutta! Ciao, Milan TV, uzzutta! Va bene. Grazie, ragazzi. Oh, nanka si nanka, hakusho kotteru. Questo succede. Cosa sta succedendo a Milanello? Sì, non nulla. Sota 君の夢と偽物の本田が夢をサポートしたということは無事伝えられたようですが、純一の本田圭佑体操はカットされたそうです。伸びしろですね。すごいなここ。はそして純一一行はクラブハウスのレストランで食事。ロカテッリ選手やプリッツァーリ選手、そしてドンナルンマ選手など世界の一流選手と混じって食事をする中、颯太君落ち着いている様子。颯太抜きたい、ACミラン選手を抜きたいやつなんで。だから別に選手来たけど、颯太にとってみたら抜く対象であって憧れの対象じゃないから、別にそんなリアクションする必要もないしなあ。お、聞いてなかった、聞いてなかったんかい。そう、颯太君の夢は AC ミランの選手に会うことではなく、純一の本田圭佑体操を聞きに来たわけでもなく、 AC ミランの選手とドリブル対決をすること。到着から3時間、その時が。Come with me, that we have a present for you. おう、プレゼントがある。おう、すごい。This is yours. この日のために AC ミランからは颯太君の名前入りのユニフォーム、アディダスからはスパイクがプレゼントされました。待って、颯太。やっとボール蹴れるわってなってるな。フリーキックの時大体やっぱシンジちょっと右やらなかったな、最初。こうやってから。ああ。シンジちょっと右。あ、うまい。シュート。夢のチャレンジの前にウォーミングアップをして選手を待つ颯太君。うまいな。うまい。そして待つこと10分。現れたのは颯太君が大好きな本田選手。その企画ですか、夢を叶えるっていう。本田選手、俺と共演していいんですか、こんなところで。面白いです。初めて。うわー、すごい。名前は？南颯太です。
颯太君何年生？4年生。将来はサッカー選手になりたいの？うん。どこのプロチームでプレーしたいとかある？AC ミラン。言わされてない？大丈夫？颯太何がやりたいかちょっと言える？選手にドリブル対決がしたいです。俺と？もうやるわ。じゃあさすがに。おお、すごいやんか颯太。じゃあゴールこれね。じゃあそこのラインまで行って。うわ、これすごいな。なかなかないで、これ本田選手ドリブル対決できんの。あら、今度俺が攻撃やろう。本田選手攻撃やんねや。攻撃の選手ですからね。まさかそっちオフェンスやると思ってなかったから。抜かれずに、颯太頑張れよ。頑張れ颯太。取れ。おお、取った。惜しい惜しい。惜しかったぞ、そうだ。おぉ、できるだけその時にスピードアップする。入れ違うように。俺のディフェンダーの重心を見ながら、めっちゃちゃんと教えてくれる。俺の腰、ここできるだけ速く、本当にスピード持った方が。一回試しに。そう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 。あとは11さん任せます。いや、俺自主トレやるの。ああ、そうですね。ありがとうございます。疲れた。そしてチームの公式練習がスタートする中。おお、チャオ。おお、チャオ。ボンジョルノ。え、カンビア。で、カンビアレ。ジャージに着替えろって。You don't want training with you? 俺はこの白いスーツで十分って言って。チャオ。そうも、ケースケ。ちょっとさらっと練習参加してるやんか、ソータ。あ、ディレクトありがとう。ソータ君、ドリブル対決をするだけでなく、いつの間にかチームの公式練習に。将来の夢は AC ミランの選手。その夢は一層強まったに違いありません。ケース、チャオ。Onda. Todo tienes. Sí, igual. Belli. Yo soy un tienes. No, tienes que uno. Can you just sign the ball for the ball? It's the same. Sota. 今本田選手とドリブル対決もできて、さりげなくお前 AC ミラノの公式練習に今参加してたやんか。そうそうたるメンバーと一緒にパス回ししてたやん。で、帰り際にさりげなくばっかにサインもらってたよ。どう今の気持ち？最高です。最高、よかった。純一と本田に同時に会うってあんまなかなかないから。なかなかないで。颯太君、お疲れ様でした。壮大な夢が達成です。あ、すいません、お疲れ様です。まだ回すんすか。な、どうしたんすか。次のチームの話をしたい。次のチーム、すいません。で、次ね。あ、ガンバっすか。ガンバです。あ、俺ね、ヴィッセルの応援大使やってるんで、ヴィッセル神戸の。はい。ちょっとガンバを積極的にやるっていうのはちょっとあれなんですよね。あ、いや、誰も純粋にお願いするって言ってないんですよ、レポーターは。で、次ね、ガンバのあの丹羽選手、おうおう、ご存知ですか、ね、はい、会ったことあります。に一応オファーをかけてますので、はい、なんで来た。丹羽選手、純一ダビッドソンです。まあ、今回番組のタイトルがね、純一ダビッドソンの世界ドリームツアーということで、ガンバの部分は丹羽選手が僕の代わりを務めるということなので、まあその夢チャレンジが成功した暁には必ずですね、伸びしろですね、伸びしろですね、これを連呼するようにします。では頑張ってください。
最後に夢を叶えるチームは日本 J リーグガンバ大阪から。ということで夢スペシャルサポーターはディフェンダー丹羽大輝選手で、今回、はい、3組のチャレンジャーがいます、はい、まず1組目なんですけども、はい、お手を読んでいただいて、水野太郎くん。丹羽選手をドリブルで抜いてゴールキーパーの東口正明選手からゴールを決めたい。ドリブルが得意だというガンバ大阪の大ファン水野太郎くん。フォワードでプレーする太郎くんはいつも丹羽ちゃんならドリブルで抜ける、東口はセーブされるかも、ガチでうまいからなと観戦時にいつも意気込んでいるとか。どう今の心境は。やってやります。さあ太郎くんの夢は叶えられるのか。そして丹羽選手は東口選手と合流、太郎くんの元へ。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ次はお願いします。お願いします。夢は何やったっけ。丹羽選手を抜いて東口選手から1点を取る。よっしゃー、丹羽ちゃん抜けるわ。好きな選手は。東口。おい、そこは嬉しい嬉しい。でもキーパーしてへんにゃ。本気でやるよ。お父さんに協力してもらい夢チャレンジ開始。行くぞ、絶対抜けよ。 OK、 よっしゃ。ほいほいほい、お、いいね。と、お、いいね。よっしゃー。盛り返せ。いいよ。そう、シュート。よっしゃー。楽しい。はい、もう一回。いける、いける。抜いてこい、抜いてこい。そう。うまいな。うまい、うまい。よっしゃ。いけ、もう一回。ナイスシュート。よし、2点入れられた。うまいわ。楽しかった。楽しかった。ちなみにどうだった。あんまり抜きにくかった。結構抜きにくかった。そうやろ。意外と強いねんで。これからもっともっと上手くなってな、ガンバの選手目指してな、あのスイタスタジアムでできるようにな。よかったな。太郎くんの夢が達成です。そして次の夢は観戦仲間にサプライズを仕掛けたい。ガンバ大阪が大好きだという富江恵さん。なんですけど彼女の夢は観戦仲間たちにサプライズをして喜ばせたいというもの。サプライズの内容は VIP ラウンジでの試食会が当たったという偽の企画で仲間を呼び出し、そこへ選手たちが現れるという設定。やばい、今泣きそうやから。何も知らないまま VIP ラウンジへと入る観戦仲間たち。そして偽の試食会がスタート。今回は普通の食事会があるって言ってるけど、僕らがボンって登場してサプライズで登場するのは丹羽選手以外に今野康幸選手、井出口洋介選手、倉田修選手の4人。応募者の方が一人おられてて、その友達を招待してガンバの選手をサプライズで登場っていう、こういう企画を奥の方は知られてて全部。そうだ。あの皆さんそれぞれ誰のファンとかあるんですか、ガンバの。河野選手です。あ
そうです嬉しいです僕結構ファン少ないんで貴重なんでありがとうございますお次の井出口選手ですお来たやったぞちょっと陽介ちょっと握手ちょっと握手いやもうちょっと目がガサガサだからちょっと無理いやもうそれはもうありがとうございますよろしくお願いしますなんで俺握手しなかったいやありますから今じゃありますからありますから見事観戦仲間を喜ばすことができた富江さん夢が達成です続いて三浦選手のファンはい、ちょっと聞けませんかはい僕のファンじゃないんですね今回も叶えたい夢は遠藤選手に触れたい変態ですね最後の夢は遠藤康人選手に触りたいガンバ大阪好きの息子さんの影響でどっぷり遠藤選手にハマってしまった水沢さんファンサービスに足を運ぶものの遠藤選手に声さえもかけられないというチャーミングな主婦の夢ですみずさわさんご家族が待つ部屋へ遠藤ちゃんました優勝したこなれとこ優勝してきますじゃあ遠藤選手やって遠藤選手はじめまして失礼します握手をちょっと触っていいですか応援してますよもうこれが叶ったらもう静かに暮らします水沢さんにはアイマスクをしてもらいまずは遠藤選手を演じて丹羽選手が突入します大丈夫どうするみんなどうする心臓出てる口から出てきた心臓出てきた怖いもう怖いえ、もう撮っていいんで、うん、え、何これ、すごいドッキリドッキリ、ミワさんやんはじめまして嬉しいガンバ大阪のミワですありがとうございますでもすごいミワ選手と対面を果たした遠藤選手ファンの水沢さんこの後、憧れの人が突入しますびっくりした。来ましたよ。普通に来ましたよ。普通に来ましたよ、お母さん。どうぞどうぞ。どうも、初めまして。やっとさんに触れたいっていうことで、ちょっと今回、ぜひ叶えてあげたいなっていう。MC してんの。はい。遠藤さんに触れたいっていうことで、うん、部位的にはどの辺に触れたいのかなっていうのがあって、はい、握手とちょっとお胸っていいんでしょうかお胸みんながきっとファンはみんな拝んでまず拝んでねやっとさんの胸を拝んでから拝んでからいかんとね他の皆様の分も他の方の皆様も失礼しますどうぞ好きなだけって言ってたんですいいですよ怖いいいんですか全然気持ち悪くて全然大丈夫です気持ち悪くていいです全然大丈夫ですすいません本当にじゃあ失礼しますさすってないし大丈夫もう大丈夫ですかハグとかは大丈夫ですかハグそんなんしてもらえたらもうしてもらえ普段してないからしてもらえたらしてもらえたら言っていいですかすいませんお皿でよかったですやるならもうすぐでじゃあお別れのハグありがとうございます遠藤選手に触るどころかハグまでしてもらった水沢さんさらに遠藤選手が着用していたユニフォームまでプレゼントしてもらい夢以上の夢が達成です来たおはようございますおはようございます伸びしろですね寝起きですね
ったんですか？今終わりました。3組とも無事に。ああ、お疲れ様です、はい、遠藤さんの、ハグまで引き出すことができたんで。伸びしろですね。純一ダビッドソンの世界ドリームツアーズ、いかがでした？母親の我が子を思う夢から、少年たちの純粋な夢、そして主婦の秘めたる夢まで、夢は見るものではなく叶えるものだということを気づかされました。それではまた、あなたの夢を叶える日まで。